皆さんこんにちは、イルビーム YouTuber スプランです。皆さんイルビームランドセールいかがでしたかということで、こんなねツイートをしてみました。イルビームのランドセールが無事に終わりましたということで、トラブルがね全然なかったですね。しかもガス代も全然上がることなかったんで、非常にこれはね高評価ですね。で、あとは最後まで価格が上昇し続けました。まあ、正確に言うと最初のね数バッチだけ価格高かったんですけど、そこからあとはね結構安定した価格を続けて、最後はやっぱり買いたい人が多かったのか、最後価格が上昇し続けて完売といった感じです。というので、まあ、2万価格無事売れたということで、これは非常に高評価だと思います。で、そんなね価格の推移、しかもなんか皆さん想定されてたよりも高い価格で取引されたと思うんですよね。なんかもともとダッチオークション形式で、なんか90分とかね100分ぐらい待ったら元の価格の数十パーセント 10% 20% ぐらいまで落ちてくるから、それを拾おうなんて思ってティア2を買いたいなと思ってた人もいたと思うんですけど、そういった人も最終的にティア1しか買えなかったとかね、あるいはもう全く手が出ないで、全然出なかった、買えなかったっていう人も多いと思います。で、そんな風にね思ったように立ち回れなかった人も多いと思うんですけど、ここはね全く問題がないとスプラン自身は思っています。スプラン自身ですね、昔ステップンというね、今もやってるけどね、やってるけどステップンというね、歩いて稼ぐっていうやつで、あんまり最初はね良くなかったかもしれないですよ。参入時期としても本当に早い人からすると1ヶ月2ヶ月遅れたんだけど、まあ、実際に利益はあのね使った資産の10倍ぐらいに増えました。で、それぐらい、まあ、立ち回りが重要になります。なのでここからの立ち回りどうにでもなると思うので、二次流通にもね取り急ぎだとヒントがあると思いますので、そういったところもぜひ注目していきましょう。こんな感じでスプランでですね、こうやって今後どのように立ち回っていくか、そんな感じの思考とかもお話ししていく、YouTube チャンネルとなっています。まだの方ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter ねこんな感じで思考をねお話ししてますので、まだの方ぜひ概要欄から飛んでいただいてフォローいただきますと幸いです。はい、そんな感じでスプランがじゃあ実際にどんな感じで立ち回ったのか、これ立ち回りスプラン結構最悪だったんで、なんかスプランなんだこいつやっぱ大したことないじゃんっていう、なんだろうね、揶揄の目も向けながらぜひ見ていただければと思います。そんな感じで、まあ、ちょっと動画をご覧くださいという前にですね、ちょっとスプランがどういう風に考えて立ち回ったのかっていう思考をねちょっとお話ししていこうかなと思います。はい、でそれがこれエクセルになるんですけど、これイルビウムのランドセールのね記事ですね、それを見て書いてるものがあります。で、エレメントとフューエルっていうね2つの、まあ、資源が取れますよっていうお話なんですけど、エレメントがこれベースだとティア1ですね、だと3個、ティア2だと6個、ティア3だと9個ですね。で、一方のフューエルだとティア1が1個、ティア2が3個、ティア3が6個ってなってます。で、あと、このブーストってのがあるんですね。で、ブーストってのは何っていうと、ティア1に対してティア2とかティア3がどれぐらいブーストされますか。で、これが時間なのか、取れる数なのかよくわからないんですけど、結局時間あたりに取れる数ですね。それで、換算してみると結局は同じことになるんですよ。なので、指標としてはティア1に対して、まあ、133% だったので、まあ、それぐらい増えますよ。ティア3だったら 200%。TI1 の2倍になりますよってあったので、それを元に考えてみると、ブースト後は TI1 を基準に考えると TI1 はエレメントが3のまんま、 TI2 が8になり、 TI3 は18になりますよってことですね。じゃあ、TI1 を基準にすると TI2 は 2.67 倍、 TI3 は6倍、まあ、資源を取ることができますよってことになります。なので、ランドをいくつ取るかっていうものはここの価格に左右されるわけですね。で、そうして見てみると、実際の売り値、セールの時は TI1 が 0.4 イーサぐらい、 TI2 が1イーサぐらい、 TI3 が 3.9 イーサぐらいってなってましたね。で、トレード二次流通の方ですよね、 IMX を使った方を見ると 0.34イーサ、 1.06 イーサ、 3.14 イーサですよってことになります。ということは、これを、まあ、実際ティア2を基準にして見てみると、ティア1がね1イーサだったので、ちょうどここを基準にしてみると、ティア3はここのエレメントが実際に取れますかっていうところですね。ティア2に対してティア3は 2.25 倍ぐらい取れるので、価格としても 2.25 倍ぐらいが、まあ、釣り合うでしょうってところなんですけど、4倍ぐらいの価格があったんですよ。なので、ティア3は結構割高だったなーっていう印象です。で、ティア1に関しては、おおむねね、
を見てみると同等だったっていうことになります。で、一方のフィウエルはどうですかっていうのも計算してみました。そうするとセール値はまあ同じですけど、まあ、それに対して得られるフィウエルの期待値ですね、これをティア2基準で赤のところに示しています。そうしてみるとティア1はちょっと割高なんですよね。だけどまあ 0.1 以下のまあ誤差といっても2万円3万円ぐらいありますけど、そんな範囲になってるわけです。はい、ということなので、これ総括して考えるとなるべくティア2で攻めた方が多分いいんじゃないかなというのがスプランの結論なんですね。でも地方を分けたくもあるのでティア1を多めにしたい、ここの地方を分けたいというのは、地方を分けてあげることで各地方のイルビアルをスキャンできるブループリントを得られる可能性があるということがあるんですね。なのでここ地方はなるべく分けるで、ティア1も多めにしたいよねっていう結論があります。でもティア1をちょっと多く作りすぎると、それ自体がね、プレイするのにランド1個につき、まあ大体20分とか30分がかかりそうなんていう噂もあったりします。なのでここはちょっと難しいところですよね。皆さんのプレイ時間と相談だと思います。ステップも数増やしすぎて、スプランも一時期なんか1日1時間40分とか歩いてたんですよ。けど、まあ、歩くの1時間40分毎日って結構しんどいんですよね。毎日10キロぐらい歩いてたみたいな過去もあるので、そうなると苦痛も伴ってきますから、そこはまあティア2とティア1の数のバランスかなと思っています。はい、ということで、スプラン自体の、まあ、指標としてはですね、イーサリアムがだいたい 0.4 イーサで、トレードで二次流通のところを見てみると、まあ、実際にもうゲームしなくなって売るときっていうのは、これぐらいの価格で売れるんじゃないかなと思っています。で、ティア1のトレードの、まあ、フロアプライスが 0.3 イーサ、ティア2が 1.02、ティア3が 2.95 っていうところなので、これ、イエス、ILV2 で書くと、SIL 噛んだね。すいません。SILV2 で買うとすると、まあ、ユニスワップでトレードしてる人多いでしょうから、ティア1だったら 4.42、SILV2、ティア2だったら14、で、ティア3だったら 40.7 ですね。これを下回った場合は、買いを入れて、まあ、大丈夫でしょうってことですね。まあ、今、現在ですね、フロアプライスの方がちょっと、この、言ってた時よりも高くなって二次流通なされているっていう話もあるんですけど、まあなのでここの SILV2 の格好を見て、まあ実際にやってみましたよっていう、動画をこの後にご覧いただきます。まあ作戦としてはこんな感じで、うん、なるほど、参考になったなという方はぜひチャンネル登録、いいね、高評価よろしくお願いします。 Twitter また Discord コミュニティもやってますので、まだ入ってない方無料で入れますので、概要欄の方から見てみてください。そんな感じで、じゃあこんな感じにします。あとはスプランの心の動揺が見れる動画になってますので、ぜひ暇つぶしに見てみてください。そんな感じでまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。はい、ということでね、今朝の8時57分ですね。6月5日日曜日です。こうやってね、値段下がってってるんですけどもね、どんどん買われていくんですよ。で、あと76個残ってるんですけど、今価格が 0.46 イーサですね。 SILV で言うと 3.0 っていう感じになってます。ね、どうなるんでしょうね。で、今、スプランは 3.7 かな、3.4 とかぐらいの SILV2 を、今入れてます。で、別で、ちょっと、ティア3を目指して、もっと買っているんですけど、一応ね、今回のランドセールは、この1個だけにしようかなと思ってるわけです。ということで、戦いをね、見てみると、このね、1分ごとに価格落ちてくんですけど、こうやって動画じゃないですね、画面をリフレッシュ更新するとトータルアベラボですね、残りいくつ残ってるかっていうのが出てくるので、これでねちょっとずつ見えてきます。売れ行きがねよく見えてくるんですよね。でこうやって見てみると、うん、まあ、どこがいいかなっていうのがあります。で、なんか個人的にはブライトランドステッピーズとか、あとアビサルベーシンとかね、そんなところがいいのかなと思ってます。で、この前に売れてる時の価格が 0.41 イーサとかなので、それぐらいが意識されて今回買われていくんじゃないかなと思います。今は76個なんですけど、多分この後どんどん減っていくんじゃないかなとも思います。あ、43になりましたね。で、そんなところもあるんですけど、日本の朝方って、海外で言うとすごく夜なんですよね。なので、そこのところをちょっと意識してね、もう夜買う人は買って終わってるはずですから、そこをちょっと狙ってみようかなと思っているところです。あ、43個になりましたね。残り10個ぐらいになったら買えるかな。あ、どうなんだろう。0.437 ですね。でもここだったらだいぶ意識されてますよね。2.875SILV。0.4 イーサーっていうと、今で言うと10万円ちょっとかな、11万円とかそれぐらいかなと思います。
やっぱりね、まだ高いっすよね。0.41 ぐらいまで待ちたいけどね。気持ち的には。あ、トータルアベラボが209になりました。なるほどね。こうやって新しいのできたんだけど、これでわかんなくなっちゃうんだね、価格がね。なるほどね。カミングスーン、エクスパイアード。これは動画更新していくしかないですね。どのぐらいかな？残り10個で見るなら、この辺。2つ目ぐらいで更新していくのがいいかな。0.4。0.3 台で買いたいな。あ、0.27 になりました。ここで一気に買われるのかな？一気に買われる？怖いっすよね。あ、なんか一気に買われた。なんか一気に買われてますね。え、多分そうだよね。一気に買われてってますね。ほらほら、もう 1.951 だもんね。ブライトランドステッピーズ。どこが人気なんだろうね。買おうかな。非常に迷っちゃいますよね。ステップンとかもそうなんだけど、非常にね。あ、どうする？どうする？買う？買わない？みたいな。ブライトランドステッピーズ。ブライトランドにしようかな。4.15。0.415。もうテンパって何も言えてない。ブライトランドがいいかな。ブライトランドにしたいな。ね、めちゃめちゃ減ってきた。お、みんなまだ我慢してるね。184だからね。0.145。0.415。もう数字も言えないほどパニックです。買われるのかな？めちゃめちゃ。はい、いけてるね。2.731。どうなんだろうね。ここの 0.01 イーサを蹴散るっていうのはどうなんでしょう。で、0.3 台で買いたいよね。正直ね。残り184。あ、0.405 来ました。これぐらいを意識して皆さん買うんでしょうね、多分ね。あ、売れてる、やばい。あ、だいたい売れてるぞ。あ、全部売れた。全部売れてる。あ、ピンチ、これは。あ、全部売れてしまいました。ということで、残念でした。また次回やりましょう。ありがとうございました。難しいね。はい、ということで買っていきましょう。シャードブラフを買います。バイナウで押しましょう。 2.8 いけ。あ、オーレディソールドってなりましたね。早い、みんな買うの早いよ。あ、 4.27 になった瞬間にみんな買う。早いね。早すぎだよ。もうもはやクリック戦争ですね、これはね。さて、そろそろですね。安くなってきました。安くなってきたけど、って感じですね。ね、本当に難しいんですよね。あ、0.472 になった。一応、ティア1のトレードだと 0.32 差で、これが今の SRV2 だと 4.42 相当なんですよね。なので、それより低かったら、まあ、買いだよっていうことになるんですけど、まあ、ちょっと難しいですよね。これ手が出るかって言ったら難しいんですけど、あ、意外と売れてるね。早いね。あ、もうバンバン売れてる。え、どういうこと？めちゃめちゃ早いじゃん。じゃ、アビサル買おうかな。いけ、アビサル。あ、もうなかった。え、嘘だ。みんな早くない？買うの。アビサル、アビサル。
一気に買い替えるじゃん。ハルジオン。もう全部買えないね。なくなっちゃったかな。え、まだ買えるっぽいね、でもね。買わしてオンセールのやつだけ頼みますなんでだ？セールペンディングってあれか、ちょうど取引画面にいるってことか。わ、もう全部売れたね。あ、やってしまいました。はい、ということで買ってみたんですけど、あ、こんな感じですね。シャードブラストクリムゾンウエスト、結構なんかバランスがいいですね。見てみると、レイク、ハードクロップ、これ炭素ですね。クリスタルで、これシリコンかな。で、あとハイペリオンが1個ありますよって感じです。おー、これまあまあいいと思います。なるほど。で、もう一個がこれですね。で、これはレイク、アートクロップ、クリスタル、で、ソロンが一個ありますよですね。なんかハイペリオンかな？緑がちょっと欲しいですけど、そんな感じのところ狙って、じゃあ、ティア2かティア3をね、二次流通で狙っていきます。狙いはね、これです。ティア3とね、4に並んでいるところですね。のティア2、ブライトランドステッピーズですね。81578ですね。いける気がする。いけるかな。いけ。1.736 なんですけど。あれ？ 11.403 だよね。十分あると思うんだけどな。これ、まずまずの時間がかかるんですよね、買うのに。はい。で、買ったら、こうやってコンファームドトランサクションで出てきますね。あとは、同時に、ミンティングってのがあります。ミントしてくれるってのがあるので、それを待ちましょう。ちなみにミントしたやつはこんな感じで出てきますね。プロットが2つと、あともう1個ブライトランドステッピーズっていうところです。これは今、プロットイズビーングミンティッドって書かれているので、ミント中ですね。ハイペリオンとかめちゃめちゃあったら嬉しいなと思うんですけど、ちょっとね、これは出てみないとわからないところです。はい、で、ミントされたっていうので、ミントされましたよ。はい、ミントできましたよっていうので、アセット見てみましょう。こんな感じになりました。お、緑がちょこちょこあるね。ハイペリオンとソロンがありますね。まあまあ、いい感じなんじゃないかなと思います。メガシティ出るときもね、これはちょっと期待していきたいところです。なんか結構バランスがいい感じでね、今回できたので、まあ、それなりに良かったんじゃないかなと思います。もともとはね、ティア3、4を買おうっていう話だったんですけど、まあ、実際に計算してみると、ティア1とか2とかね、まあ、できればティア2で揃えると、まあ、結構いいよっていうところなんですけど、あとは一区画ね、操作するのに、まあ、数十分かかるよねっていう、まあ、話が流れてきているのと、あとは、こうやって地方をバラバラにしておくことで、スキャンできるイルビアールですよね。これの種類が増えてくるので、まあ、後々ね、オーバーワールドで、まあ、当然捕まえるというのもあるんですけど、あとは自分自身のここ、イルビム0から来るイルビアール。この種類を増やすという意味でも、まあ、すごくいいんじゃないかなと思って、今回は分散にしてみました。まあね、ティア211っていうのは、なんかイルビム YouTuber をしてる身からすると、なんかちょっと怪しいなっていうのはあると思うんですけど、そこは、ま、ちょっとあんまり気にせずにですね、楽しんでいただければと思います。まあ、今回はこうやって見ることで、ティア1、2つとティア2を比べたときに、どっちの方が効率がいいのとか、そんな感じの動画も出していけるかなと思いますので、どうぞそちらの方もお楽しみにしていてください。はい、ということで、
本日のランドセールは以上になります。あとはこのランドの価値というものがまあどうなっていくかっていうのはわからないんですけど、このトレードですよね、イルビレックス見る感じだと値上がり傾向なのかなとは思っているんですが、もし下がるようなことがあればティア3などを拾っていってランドマークを拾っていって実際にまあどういうことになってんのかなっていうのもまあお話しできればななんていうふうに思っています。あくまでこのゲームというものはまあ余剰資金でやることが大切です。YouTube やるといえどもそこは大事だなと思っているので、皆さんもなんだろうね、インフルエンサーとかに釣られてなんか大金ぶち込んでなんかそれでお金溶かしちゃいましたみたいな人がステップの YouTube 発信してる時にやっぱりいるんですよね。スプラの動画を見てっていう人はいなかったんですけど、なんかそこはまあやっぱり気をつけてやっていってほしいなと思います。はい、あんまりね隣の芝生は必ず青いですから、そこにあまり揺さぶられずに自分自身の余剰資金の範囲でね楽しめる範囲で頑張っていきましょう。はい、そんな感じで本日は以上になります。スプラン自体もね、今回イルビウムのこのゲームに持ってきてるお金は全部ステップンの利益です。なので、まあ正直これが全部ゼロになっても大丈夫な余裕な資金でやっていますので、皆さん自身もね、そういう余裕資金というものをまあ考えてみましょう。はい、ということでね、今回は以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。